小木谷信夫二2月20日から1944年2月13日は太平洋戦争期の大日本帝国海軍の戦闘機搭乗員。茨城県出身。存命時の階級は上道飛行兵装、戦死後、飛行兵装長に任ぜられた。1918年、茨城県の県士の家系に生まれる。港商業学校卒業後は県士を志し、三代くらいまで進んだ。 1938年、海兵団入隊。1940年1月48期、操縦練習生を卒業、千歳空戦闘機隊所属、内南洋守備。1943年3月新編成の281、空に所属、北千島へ進出、北方方面守備。11月、281空分検隊として、若手士官の春田将尉。 ベテランの岩本飛送長らと共に16機でラバウル進出201空に編入される。11月17日ブーゲンビル島トロキ内の進行作戦からラバウル航空船に突入。12月半ば201空消耗により204空に編入される。12月16日公認の単独発撃墜が記録に残る。1944年1月20日後期撃墜。 1>, 1月26日204空消耗、幹部要員交代し、搭乗員は253空に返入、引き続き猛烈なラバウル航空船継続。2月13日ラバウル上空迎撃船で自爆戦士。戦士時は、飛走長、最終階級は少尉。戦士時までに公認された、撃墜数は24機。最後の出撃時。 機体には32個の桜の撃墜マークがあったと伝えられる。13日で18機は日本最高のハイペースな撃墜記録とされる。ただし空戦生活が短かったため名前は部内でもほとんど知られていなかった。12月のラバウル上空迎撃戦ではカンを9機撃墜したと伝えられた。戦後20年経って岩本鉄道の遺構ートの存在が知られ、 日本海軍戦闘機体のエース列伝で初めて紹介された。引き続き翌年に霊戦撃通用が出版され知られるようになった。ありがとうございます。